で周りが明るいな。雲一つない青空もいいですけど、この景色もなかなかです。それじゃあ今度こそお茶会を始めるぞ。今皆さんにお茶注ぎますからね。ちょっと待っててください。べっ甲飴もいっぱいある。好きなの取って。色も形もたくさん種類がありますね。どれにしようか迷ってしまいます。ホタルの形のやつがおすすめ。これですね。とっても可愛らしいです。セツさんが作ったんですか？そうですか。飴の色がホタルの光みたいですごく綺麗です。私もそう思ったからおすすめ。セツさんとホタルで一緒の気持ちだったんですね。あ、そうです。セツさんに渡しそびれるところでした。これ受け取ってください。あれ、コンペイト？セツさん好きでしたよね。そうだけど、どうして？ホタルもセツさんにはいつも助けられてますから、そのお礼ですよ。それにあの夢を見て、ホタルもセツさんとお茶会したいなって思ってましたので。ホタル丸と私同じ気持ちだったんだ。そういうことですね。少しだけ分かった気がする。ホタル丸のことも私自身のことも今の私は嬉しい。ホタル丸もきっと同じ。そうでしょ？その通りですよ。今のホタルは嬉しいです。ホタル丸、ホタルの光綺麗だね。はい、こうしてずっと眺めていたいくらい。